ってよく来ましたねって言ってください。そう見れないんですよ。なのでちょっと今日のね最終回を目に焼き付けていただけたらなと思います。あ、もうもう一個ある、やってみるくと現場の最前線から聞こえます。最前線って私かな。一番前で叫んでるからね、やってみるくっつって。あ、ねアーロンさんがねそれパック T シャツ見て配信見ておりますって、ありがとうございます。お揃いですね。マラソンのエンディングみたいになりそう。あ、そっか、みんなでみんなでお願い、マサヨシ頑張れ、マサヨシ頑張れ、応援しましょう。どうにか時間内に、時間内にマサヨシが入ってこれるか、もう入ってこれなかったら嘘になっちゃうからね。重岡さんとやる、ああすいません、マサヨシどうも皆さんお待たせしました。いやーもう始まってるのね。よかった。いやもうみんなでマサヨシ間に合うかチャレンジみたいになってたんですよ。よかった、間に合って。よかったです。こんばんは皆さん。あ、うちのちゃんもお疲れ。こんばんは。うん、今何してたの。喋ってました。してる。あのなんかこれほら、あのカンカンあったじゃないですか、現場に。あー、いやいやいや、あれ読んでました。あ、こんなんから、あれはもう読んだやつです。こっちに、こっちにどうぞ。きたーって北正義、もう私今日のトレンドはどうにか北脇さんじゃなくて正義がちょっとトレンド入りしてほしいんです。ハッシュタグ正義、うん、正美とか言って正義ね、うん、そうです、うん、そうです、うん、そうです。今の話に戻しましょう、うん、正義頑張ったハッシュタグもある、うん、よかったね、間に合って。それなんか気になるの読んでください。じゃあいいよ、いいね。うん、もう私すごい、もう皆さん重岡さん待ってましたから。いや、なんで、もう私仕事終わったと思っていいかしら。いや、ほんまに、うわすごいね。嬉しいですよ。制作部の方、嬉しかったこと、久保地役、うん、豊田くんが、うん、お弁当をいつもたくさん食べてくれて嬉しかったです。そうよな、育ち盛り。そうね、うん、これで読んだやつですけど、なんかもし話が私よりも広がったらあれだから、ちょっと待ってさ、時間足りひんて。え、待って、だからもっとさ、あと14分で始まっちゃうから。あの、つとむさんめっちゃ入ってない。そう、つとむさん、まあ空き時間だったんですかね、うん、あの時ね、やることなかったのかな。演出部、北脇さん、グッドヨーグル、そうそう、飲む殺命の日は食が細くない。あれさ、たまるよそりゃ。グッドヨーグル、あ、こっちもない、たまるんよ。そう、え、これ吉根のインスタで、お登場してるで。ありがとうございます。あの吉根さんのファンの皆さん、こんばんは。すみません、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。ご挨拶していただいて、はい、あちらが公式の、公式、はい、あの公式、公式、公式インスタ、ツイッター。いや俺すっげえ生放送ってさ、カットできんとそのまま流れるやろ。イエーイ。今の話に戻しましょう。この言葉いいな、強いな、うん、使ってください。え、ぐちゃぐちゃなっちゃう。どれが読んでたやつで、それが多分、でもこれ、これが、あ、でもね、これが、これが読んだやつです、多分、うん、コメント見れるの面白いな。コメントも見れますし、そう、コメントここで見れますし、やばい、あと12分ですよ。一勝負。赤井さんがいつもお着替えの時に言ってくれるさりげない親父ギャグ、うん、5時前ですか、5時前なのに、17時前なのに5時前ですか。自分の5時前、自分の、これ、だから着替える時に、うん、ご自分のに着替えますかの5時前ね、うん、伝わりますよね、5時前なのに17時前、あの時間ですね、5時前なのにっていう親父ギャグ、うん、そうなの、ね、え、トキワさん、え、トキワさん、トキワさん、あ、マサヨシってトキワさんが、おーい、トキワさん、トキワさん、ちょっとトキワさん来てるやん。今どちらにいるんですか。すごいやん、 SNS、 トキワさん、令和、令和だ、すごいね、時矢さんが見てる、それが今こうリアルタイムでわかるんだ、時矢さん、すごいな。
へぇー、ちょっと喉が変になっちゃった。正義押せって押せですよ。時和さん、時和さん、京都ナウですって。京都から、京都からはわざわざ、でも京都でもこういう風に繋がれる SNS 令和コンビニ行くね、かわいい、全部報告してくださる、かわいい。もう新聞好きやもんな俺、時和さんも優しいしさ。優しいですね、時和さん。よー、野菜助けてもらったわ、いろいろ。すみません、ほんとコンビニ行く途中で何か言いはんのかな。夜中のコンビニって楽しいやな。どこ話広げてんねん。そう、今ね、その話も、時和さんの話もしたいんだけど、今これを、うん、皆さんの目を見てこれ読みなよみたいなのもすごい感じて、今すごい葛藤してる。そうやな、そうやな、はい、うん、SNS も、うん、いやもうここで会話始まったら、時和さんの中でコンビニ何買いますかって、なんかここで始めて、中でコメントの中でそりゃそうね。ちょっと誰か、私のことはってなって、めっちゃおもろいやん。ライブって最高やな。あと10分やって。おい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 、じゃあ呼んでください。いや、時和さん絡みのなんかエピソードください。時和さん、え、てか野間口さんのエピソードいいんですか、お話ししないで。野間口さん、はい、野間口さん、俺もほんまにもう超あれ、俺だからね、いつの日か言ったもんな、ポロッと。なんか疲れてたんかな、俺、野間口さんと結婚したいっつって。いやだからそれちょっとざわつきましたよ。あの 2話だよね、2話の始まる前のインスタライブで、重岡さん不在の中その話をしたんですよ。だからあのちょっとご本人からちょっとちゃんとご説明した方がいいと思う。なんで、何、どこがいいと思ったかってこと、うん、だってかっこよくない。いや、なんか何でもできるって素晴らしいな。料理もできるし、ね、お仕事もバリバリ、うん、あのエネルギッシュにやってて、うん、ね、だって台本に追われてるぐらいがちょうどいいとおっしゃってました、うん、そうやね、もうバンバンしたいって言ってたもん ね、楽しいこといっぱいしたいみたいなね、うんうん、でもあれ言ってましたよね、最後になんかあのアップのコメントみたいなのを撮った時に、重岡さんと私とのなんか思い出みたいなのが聞かれたけど一個も出てこなかったって。そう、何にも何にもないって言ってたもんな。私たちの会話はなんか何も残んないらしくて、なんか毎日すっごいいっぱい話してるのに一個も何話したか出てこなかった。そうなんです、いっぱい話してるんですよ。薄いことばっかり喋ってんねん。薄いんですよ、もう薄いことばっかり喋ってんねんなって俺も思う。例えばって言いたいんですけど出てこないですもん。確かに薄い話してた、ずっと自在部で。ちょっと何話したか私思い出したんです、進めてください。俺感動してね、なかなかこのさ、インスタライブとかこういうなんか SNS のなライブをすぐないからや。あのすっごいブワーっと流行ったお菓子があったじゃないですか。あったな、まあ、ちょっとあの今なんか時和さんが見つけたとネットニュースになっていたりとか、ちょっと沼口さん、友坂さんが SNS で発信したりとかしているので、ちょっとそちらを見ていただきたいんですけど、うん、そのそれを食べた後の手をかっこよく嗅ぐ方法とかみたいな。それ友坂さん死ぬほどおもろかったら、もうめっちゃもう真似できないの。そう、まあ、ちょっとこうやって食べるじゃないですか、ね、そう、これいい香りよ、うん、これまだ食べたいなっていうね気持ちがあるから。そう、なんか真似できないの。そうやね、友坂さん、マジで、あのね、むっちゃクールやね。そう、むっちゃクールに女スパイみたいな寝方すんだよ。しかも私で、もしも小指がいい香りだったらどうするんですかって聞いたんですよ。小指なんか、そしたら、って言われました。もうこれやばくないですか。もう上級レベルすぎて、ももちゃん見てるって。ももちゃん、おい、ほら、すっごくない。なあ、ね、なんかこっそり見て元気か、見てる人とかいないよね。いいんだよね、こうやって大きくバー言って ね、コメントくれ、ももちゃん、おい、ちょっと、もう、この3週間ですよ、出すよ。ももちゃんも見てんねんや、ありがたいな。あと何分、え、最終回ですよ、あと7分、やばいやば。ももちゃんも見てんねんや、え、ちょっとなんか、あ、ねえ、昼なんのうまっちょ、かわいかったです、うまっちょ。昼なん楽しかったな、うまっちょ、楽しかった、友達もできたし。サヌキュンですか、うん、なんか地元の連れみたいな感じで喋ってたわ。わかります、私もサヌキュン、なんかそのなんか高校の友達みたいな感じで。あ、そうなんや、
ドラマでご一緒だったんですけど。ああ、なるほどな。はい。うん、進めますね、じゃあ。いや、こんなの死ぬほどずっと喋りたいわ。こんな感じで喋ってていいんやろ。楽しいやちょっと待ってね、これ私すっごい面白かったの。ちょっとつとむさんからもう来てるから読みますよ。つとむさんのここと私のウエストのここが一緒。これはもう不思議ですね。陽子ちゃんのが細すぎるのか、つとむさんがでかすぎるのかっていう、これ永遠のテーマですよね。ね、つとむさんのこの足回りとよしみちゃんのここが一緒っていうね。そんなことあります？七不思議ね。七不思議だから両方やと思う俺。私があのいつもウエスト見て買うサイズの数字と、つとむさんが探してる帽子の数字が一緒だったんですよ。どっちもなの。よしみちゃんが細すぎるし、つとむさんがでかすぎるのかな。どっちも。ちょっとこれそんなことないよな。あのつとむさんからも直接来てるので、ちょっと面白い。つとむさんばっかりやってくれてるやん。暇だったのかな。先輩に向かって肩こりに気をつけてとかさ。ありがとうございます。肩こりね、やばいんです私。あと5分。うん、あ、ね、美味しかった焼きバナナ。焼きバナナ懐かしいな。懐かしいですね。ロケの方、最初の方やね。2月から月夜のドリンクの車、いつきさんの、あの乗ってる車、月夜のドリンクって書いてある車、街中走ってるけど全く刺されない、気づかれない寂しい制作部さんですって。気づかれないんだ。匿名やと思われるな。重岡さん、子供や動物がいると絡み向きがち。あ、行きがち。みんなそうやろ、猫。うん、いや、あの子供ったら絡むな。ロケとかでもお見かけしたら、なんかこんにちはみたいな感じでしてる。そう、子供とだから知り合いなんだと思ってました、いつも。違うなんか、ね、子供が散歩してるの好きやね、犬の。え、子供が子供が散歩し してるの好き、犬のすごい同調なんだけど。なんかいや、ワンちゃんを散歩してる子供がな、学校帰りになしてんのが、誰が散歩してんのか分かんなかった。とか見ると、うん、声かけちゃうんだ。それやばいな。あと4分です。10話の話しますか。また4分なんで。10話な。最終話。うわぁ、ちょっと短いわ。ねぇ、あっという間ですね。ね、10話は、秋と北脇さん同じシーンって正直あんまりないんですよ。楽しかった。すごい多いわけじゃないんですけど、うんうん、でもなんかすごい隣にいる感覚になれる演出だったりとか、まあ、電話だったりとか、ちょっとなんか今までのなんていうんですか、こう信頼を築いたからこそのコミュニケーション取り方みたいなのが、なんかすごく私はジンときました。せやな、確かに、うん、まあ、お互いが本音話してるとかあるじゃないですか。あるね、それ。お互いの、北脇さんのことを秋が話してて、北脇さん秋のことを話してて、あのシーンとかなんかすごい素敵でした。せやな、俺もだから、サトルさん見てる。サトルさん、サトルさん。中島監督、監督、中島監督、ちょっと10話の監督です。中島さん、俺すっげーね、サトルさん。僕 SNS で言うことちゃうかもしれないけど、ありがとうございました。またお願いします。いやー、ほんま嬉しいやん。ちょっとなんすかこれ。10話、あと3分だから。そう、なんかいいよな、なんか物語の閉じ方って面白いよね、やっぱり。1話から始まってきて、連ドラで、うん、なんか ね、ちゃんと積み上げてきたものを、なんかそれバックはすごく感じるなと。そうね、うん、それこそやっぱりこう、なんか知財部とか開発部とかさ、営業部とかさ、やっぱ一緒にいることが多かったやんか、うん、みんなでね。そうですね、うん、だから急にさ、9話で北脇さんが親会社行っちゃって、うん、だってなんか最終話で、あの月夜のなんかみんなと一緒のシーンがあった時、すごいテンション高かったですね。そう、あれ寂しかったんだなって。人恋しいね。基本人恋しいやん俺、寂しがり屋やしさ、うん、もうカウントダウンされてる。だってでもこれ10時になったらピッて始まっちゃうわけですから、だからその前に切らなきゃいけないよね。だからじゃあもうこの前、え、あたがないのかみやん。すごいいろんな大人がでこれさ、見ながらさできないの、4時いけないんだ。むちゃ言うなよみたいな顔してる。いや、そうだよね、約束だもんね。約束守れないって大人としてダメだよ。いや、いいんじゃないか。怒られたくないっす、怒られちゃうんですよ。怒られた時はもうすっごい勢いで謝った。そんな話ちょっとほらもう終わりよ。1分、それパクに対しての活動はこれで終わるわけですよ。そうです、もうこれで最後です。本当にありがとうございました。いや、なんかすいません、ちょっともう
どうつうか楽しかったね。楽しかったです。本当ありがとうございました。お世話になりました。また会える日まで。もう棒読めむちゃくちゃ棒読め。いや急がなきゃ。ほらもうどうした。ありがとうございました。いやー本当に計画ちょっと何日で吉野ちゃんちょっと頼むわ。主演ガンとなんか言えばいい。もうあと30秒です。本当にチームみんなで頑張って作り上げてここまで来ましたので、どうかどうか見ていただけたら、リアルタイムで見ていただけたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。あと20秒そればっか忘れないでね。ありがとうございました。もうね、そうです。はい、イエーイイエーイジューイエーイジューイ。ではカウントダウンし、さよならまでのカウントダウン、6 5 4 3 ありがとうございました。アホになった。いけた。7万人見てくれたこっち。いやすごい。トータル。あ、11。TikTok が一番多かったな。TikTok がフォロワー。